はい、ハンドメイドワークスナンバー496レザーです。本日もね、お題いただきました作品の完成報告動画となります。はい、大変ねお待たせいたしました。ようやくね完成いたしました。ユミルですね、はい、両銀面仕様となっております。で、外装の方はねこんな感じで、ルアードショルダーのブルーで、糸の方はビニモ MBT の、ホワイトですね。はい、こんな感じでね、ルアードショルダー本当に綺麗な革ですよね。で、コバの方、フノリとミツロウで磨き込みかかっているので、こんな感じで光ります。まあ、これね、このコバは本当に特殊な、なんか染料とかね、薬品を使ってない、全部天然仕上げとなっております。フノリで磨いて、ミツロウで浸透する。ミツロウでこのコーティングするという形をとっております。これは天然の輝きですね。はい。じゃあ、中へ見ていきましょう。よいしょ。はい、中身の方はね、湘南タッチのグレーシングメンズナチュラル差し色の方、ここにね入っております。はい、で、刻印の方はこんな感じで、ピントが合わない、ピントが合わない、はい、ここね、ミニコップで、小手に入れ両待ちついているので大きく開きます。金具の方はシルバーですね。よいしょ。で、ここにカード2段ね。で、この後ろ側にもまたフリーポケット両方ついております。で、ここの部分が、お札入れですね。お札の方はね、1万円がギリギリ入る大きさで設計しております。で、両銀面仕様ですので、この外装の裏側の方、ここにもね、革ルガードショルダー貼ってあります。で、お札との干渉をね、糸とお札がここ出すときに干渉しないように、この後ろ側、この糸ね、溝を掘って埋没させております。ここの部分ね、もちろんこっちの後ろ側も埋没させてあるので、糸の干渉をねなるべく抑えた仕様となっております。はい、もうね本当にね、このユミルっていうのはこういう感じでね、革の厚みものすごい楽しめる、お財布です。もう本当にね、革の塊みたいな感じなんでね、もうぜひガンガンお使いになってね、ゆっくりエイジングさせていただければなと思います。はい、一応こんな感じで完成いたしましたので、ぜひね動画の方でご確認お願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。